南側のホテルマウント富士から望む、釈子山、左側に、鉱座山、右側に鹿止山、中央に押野村中心部の町並富士山と、釈子山の位置関係釈子山は、山梨県の富士吉田市、鶴市、押野の村の境界に位置する山。標高1597.6メートル。同市3階に属し、山梨百名山、鶴市21周法の一つに選定されている。 山中湖の北、押野村の北面の山。石子山を林道から眺めると大きなガレが目につく。石イコール地崩れで、これが名前の由来だと言われている。山頂からの富士山の眺めの良い山の一つ。眼下には押野集落が広がり、箱庭的な景色が展開する。山中湖との間には尾根が一つあるが、石子山の方が標高が高いため、尾根越しに、 山中湖を見ることができる。富士山近辺では特に高い山であるが、その800メートルほど東に、約50メートル標高が高いこの上谷鹿止め山があり、山中湖南岸方面から見た場合、最も高く見えるところではなく、西側のピークが石子山にあたる。石子山へのコースは主に西からのコースと、南東からのコースがあるが西からのコースが主に使われている。 西からミンミから不動の湯を経由するコースと鳥市峠から高座山を経由するコースがある。不動湯経由コースの方が高座山を越えない分、時間はかからない。不動湯経由コースは不動湯から先、車止めまで800メートルほどさらに先に進むことができるが、不動湯から先はオフロードとなり 4WT でないときつい道となっている。 車止めからは1時間半くらいで登頂することができる。不動湯経由コースには車止めに、高座山経由コースには鳥市峠に若干の駐車スペースがある。南東から立の塚峠からのコースと、石割山の登山口ともなっている20曲峠からのコースがある。立の塚峠は20曲峠からのコースの途中にあるため、立の塚峠からのコースが早いが、 20曲峠が、車で、峠まで行けるのに対して、立の塚峠は、道は、峠まで通じているものの車で行くことは事実上、不可能であるため内野から歩かなければならず、時間的にはあまり変わらない。南東からのコースは、近辺の最高点であるこの神を経由して、石子山にたどり着く。立の塚峠からこの神へは、急騰な道となっている。AB 登山ルート、山。 旅スポット、尺子山登山竜とナミー山旅旅、2020年8月28日閲覧、ありがとうございます。